この絵聖歌は、室町時代中期から、戦国時代前期にかけての区画。関白、大城大臣。藤原北家石家この絵家十三代当主。一字名は霞。号は後方公院。文安元年関白、大城大臣を務めた、この絵不殺具の次男として生まれる。兄に、この絵のり弟に、同郷、増運、精神、性弁らがいる。元服の際には、 室町幕府第八代将軍、足利義政より、変紀の授与を受けて、聖家と名乗る。干渉三年兄の京本が死去したのに伴い、この駅を継ぐ。翌年中三位に除され、右近江中将に任ぜられる。その後も、連年昇進を続け、王仁元年には、賢大納言となり、文明四年には、聖任位内大臣となる。応仁の乱が収束した、文明十一年に、 関白左大臣となる。同十五年関白を辞した後、長京二年大上大臣に任命される。明王六年には純三の宮となった。永正二年、皇居。去年六十二。なお、性質はおらず、家女房である北小路敏子が生んだ、小通が後を継いだほか、別の女性との間に、両誉れを設けている。成果は和歌に優れており、その歌は、 新鮮つくば州に日衆している。なお、明王9年8月13日に、大見守護、六角高頼りの正体で、琵琶湖へ出港していた、聖火が、大見八景の和歌八祥を即興で読んだことが、大見八景の由来として、広く知られているが、近年では、八景の始まりは、聖火によるものではないとする説も有力である。この駅は、藤原氏着流として、 藤原道長の日記、御堂関白記をはじめとして、先祖代々の日記や朝廷儀式の記録など、重要な文書を送電してきたが、聖火は王人、文明の乱に際し、これら大量の古文書を、戦火の災いから避けるため、京都の北高の岩倉に運び出しておいた。このため乱の最中、この駅の邸宅は消失したものの、古文書類は難を逃れ構成に伝えられることとなった。 また、聖火自身が残した日記、後方告印記も室町時代中期の朝廷を知る上での貴重な資料として知られる。ありがとうございます。